エンジン・ジフォー・ザ・ライフ・アワード視聴者が最も楽しい車最も乗りたい車を投票で選ぶエンジン・フォー・ザ・ライフ・アワードこれまで作り手とユーザーが熱い思いを共有したこだわりのモデルがアワードの栄冠に輝いてきました2017年のノミネート者は全部で47車種 2017年の1台として視聴者はどの車を選択したのかエンジンフォーザライフアワード2017いよいよ発表ですエンジンフォーザライフ 車でこうです今回は視聴者の皆さんが選ぶ2017年の1台エンジン・フォー・ザ・ライフアワード2017の発表です2016年12月から2017年11月までに番組で紹介した47車種の中から最も乗りたい車楽しい車の投票で選んでいただきました。 まあ、ロールスロイスのような超高級車から軽自動車に至るまでいろんな車が出てきたわけなんですけれどもその中からどの車が選ばれるのか楽しみですね投票は番組の特設ホームページから行い投票総数は14606票でしたご協力ありがとうございましたそれでは早速投票結果を見ていきましょうまずは47位から11位までの一覧表をご覧ください こうして見るとね、本当にいろんな車が出たなとあの、マイナーチェンジのモデルなんかも結構厚かったんですよね。で、ここではあ5シリーズも新型だったしあの、フィットもマイナーチェンジでしたね。あこれ、ボルボの V90 入ってきてますね、2台。ドーもありますね。お当たったたたあプジョーのは僕は大好きなな車でしたねあとなんかも かなり運転しててもうあのアドレナリン出まくりだったよね。<laughs> そうですよね。うん、はい、えー、それではベスト点を詳しく見ていきましょう。 第10位はトヨタ CHR 走りもデザインもあえて万人受けを狙わないクロスオーバー SUV その存在感は独特です、うんまあ、今、結構街中で増えたんだけれども出会うたびにおっって思わされるような,なんかオーラのようなものを漂わせてるよねこのデザインもそうですが走りも良かったです、ねうん、そうですすねねそうザックスのダンパーを使ってとてもいい乗り味に仕上がってます第9位はホンダ NBOXK のベストセラーが2代目にスイッチ。 プラットフォームを一新していいもの感大幅に高めていますうんそうですね、あのこれ、先代は広かったんだけれども、ちょっと乗り心地とか騒音でね、あのよくない部分もあった、それを新型はことごとく、短所長所に変えてきましたよね生活を見据えた機能装備、充実ししてましたね、はい、第8位はアバルト595、ビッグマイナーチェンジで、熱い走りがさらにヒートアップ。 イタリア車の世界を凝縮した一台です、うん、イタリア車ってやっぱり見てワクワクして乗るともっとワクワクするっていうものだと思うんですけれどもそういう意味ではこのアバルト595はイタリア車の中のイタリア車だよね五郎さんが乗って楽しそうだった姿が皆さんに伝わったんでしょうねいや楽しかった 第7位はレクサス LC 新世代レクサスの象徴となるラグジュアリークーペ外内装の大胆な造形にも注目ですな、うん、まあ、といってもこの内外装デザインがすごくいいですよねであの結構コンセプトカーがそのまま出てきたような感じってよく使われるんですけれども LC にはまさにその言葉が似合いますよね第6位はマツダロードスター RF。 独創的な電動格納式ハードトップを採用したモデルそのフォルムと走りはロードスターの新たな魅力を引き出しています、はい、あのソフトトップのロードスターと比べると単に屋根の構造が違うだけじゃなくて乗り味も結構違うんだよねエンジンも1.5じゃなくて2リッターでしたねそうなんですよですからこうしっとりとした大人のロードスターという雰囲気を味わえます 第5位はシトロエン C3 どの車にも似ていないシトロエンの車作りを追求した一台乗り味やデザインの優しさも特徴です、うん、あともちゃん、可愛いこと言ってるじゃん <laughs> いやこれはね本当に僕はデザインで一目惚れしてでインテリアもとてもいいし乗ると静かで乗り心地が良くてっていう意味であのファニーカーなんだけれども中身がしっかりしているという意味で本当に気に入って思わず自分の車として買っちゃいました。うん 第4位はホンダ NSX ハイブリッドという新世代のデバイスで新たな走りの世界を手に入れたホンダのスーパースポーツ車好きの憧れを形にしたモデルです。うん、あの本当にこのススーーーパースポーツっていうジャンル 日本から出てききたことこととれは、ね、すすごく大きいと思うんですよでレクサスの LC もそうなんですけれどもちょっと日本の自動車業界元気がなかったじゃないですか、はい、それがついにこういうの出てきたぞっていうところで、まあ、10年後20年後に2017年っていうのは思い出されるんじゃないかな。 はい。うん、まあこうして10位から4位までご紹介しましたがここで注目モデルのメールをご紹介しますまず第7位のレクサス LC ですが埼玉県30代男性ですただ止まっているだけでもハッスルオーラがすごいと感じます、うん、確かに。レクサストヨタ最高の技術の賜物だと思います、うん、もう1つ神奈川県、えー、30代の男性ですね 素直にかっこいいモーターショーで運転席に乗りましたが、鳥肌が立ちました。憧れの1台です。ということです。あのレクサスっていうブランドが、今後はもっともっとエモーショナルな方向に進んでいくんだっていうね。う決意表明のような車と言ってもいいですよね。はい、続いて5位のシトロエン c3 です。愛知県40代男性です。 C3 のほかにないエクステリアデザインと日本の道路事情でも使いやすいサイズ感で乗り心地も最高に心地よく大人気になっているのも納得です。 思わず車で行こうと思わせてくれるデザイン <laughs> それだけで単なる移動手段にこの上ない付加価値を感じられると思いますうんそうなんですねあのコンパクトカーってやっぱり経済性の方にどんとこう価値観が行きがちなんですけれども、はい、僕は C3 いいなと思うのは乗ってても見ても笑顔になれるっていうことなんですよねで、そういうコンパクトカーもっともっと世の中に増えてほしいななんて思いますねはい。CM の後はベスト3を見ていきますうん エンジン・フォー・ザ・ライフ・アワード2017いよいよベスト3の発表ですまずは第3位です第3位は日産ノート e パワー 100%モーターで駆動エンジンは発電に専念するという新しい形のハイブリッド充電を気にすることなくモーター駆動の走りを楽しめるのがポイントですこれ実際に乗ってみるとこれあのノート自体のマイナーチェンジでこの e パワーが搭載されたわけじゃないですかで車としてはそんなにニに味がないんだけれどもやっぱり e パワーになることによってガラッと印象が変わったんですよね。 なんか新しい車に乗ってるなという感じ、ともちゃんはしなかった？はい、そうですね。うん、もう本当電動車に乗ってるなっていう感じがありましたよね。うん、そうなんですね。はい、それからもう独特のこのハイブリッドなんだけれども、でも100%エンジンは発電に使って、で駆動は100%モーターが行う。えー、でこのイ、e、ーペダルなんかもね、面白かったよね。そうですね。うん、はい、えー。このノートイーパワーにはこんなメールをいただいてますので、たくさんご紹介したいと思います。 まず東京都50代男性なんですが車に発電機を搭載するという全く新しい発想の車でトヨタプリウスとも違った安心感のある電気自動車であるというご意見、うん、そして和歌山県の50代男性については EV には興味がありますが航続距離に不安がありました、うん、ま私は距離を多く乗りますのでガソリンの安心感をプラスしてくれたところがいいですね、うん。 東京都40代の女性からも来ています車好きの主人が市場の時に加速が良いととても嬉しそうにしていて結局購入しました、うん、ということですもう少し言いましょうかう、ね、え神奈川県50代男性 買っちゃいました。アクセルペダルだけで加減速停止ができるのはとても面白いです。うん、え燃費が良いだけ良いだけから新しい価値が加わった、うんえー、ハイブリッド EV ということですね。うん、そうなんですね。やっぱりこのイ、e、ーパワーの良さというのは経済性が高いとか燃費が良い,いだけじゃなくて乗ると今までの車では味わえなかったような。 ドライブフィールを味わえるでそこで試乗してみてうわこれは楽しいな気持ちいいなと皆さんが感じたからこそこんなに売れたんだろうねそうでしょうねうはい続いては第二です第二はマツダ CX5 マツダ新世代商品群を象徴するモデルとして世界的に人気の SUV が2世代目へと進化人間中心の考え方ですべての領域でレベルアップを図った大人の SUV です、うん、この CX5 初代もすごくいい出来で、まあ、世界的にヒットしたんですけれども今回のこのモデルチェンジ2世代目っていうのは本当にね僕は。 変わっていないようでものすごく変わったなって感じてるんですよ。で何を何が変わったかっていうとやっぱりデザイン的な面で非常に洗練度が高くなってきましたよね。で先代でちょっとんここがちょっとんなんかイマイチだなと思うところは全部、えー、なんか改善されていてこの完成度の高さって。 いいうのはすごいですごでよね、まあ、じわじわと船体モデルも商品改良を行ってきてたんですが、うん、特に鉱石の,の乗り心地も良くなっていましたし、うん、あと G ベクタリングコントロール、うん、あれも乗り味や乗り心地にもいい、うん、さらに予防安全装備こういったものも標準化してきたりと、ね、されてますね現代,現代の車に必要なその装備を入れて技術を入れてでデザインに関しても変わっていないようで実はすごく良くなっているというところがやはり高い評価の原因理由なんでしょうねそうですね。 はい、マツダ CX5 にはこんなメールをいただいています。えまずは神奈川県30代男性です。今のマツダのデザインポリシーがしっかり入ったかっこいいデザインだと思います。長く乗っていても飽きないデザインだと思います。続いて福島県30代男性です。エンジンをはじめとするすべてのセクションで高いクオリティを発揮している。うん 車作りのひたむきな姿勢が形に現れていると強く感じるから、うんね、ということです,るです、ね、え続いて愛知県40代男性ですデザインに一目惚れディーゼルの燃費トルクフルな走りに納得と、うん、え先進安全技術の取り組みに感銘を受けてということです、うんうん、他にもたくさんね、あのメールメッセージいただいてるんですけれどももうどれを見ても本当に CX-5 の長所良さをね 的確に表現されてる方ばっかりでびっくりしちゃったね本当にそうですよね、うん、CM ナットはいよいよアワード対象者の発表ですそれでは発表します車で行こうエンジン・フォー・ザ・ライフアワード2017対象に輝いたのはスズキスイフトスポーツでしたおめでとうございます 車で行こう2017年の1台はスズキスイフトスポーツグローバル3世代目となったスイフトのホットなスポーツモデル1.4リッターの直噴ターボエンジンや軽量化によって走りのポテンシャルを大幅に高めていますドライバーの意のままに走るコンパクトスポーツならではの醍醐味を堪能できる1台ですちなみに得票数は1166票 え、鈴木としては初のアワード受賞となりました。見事アワードに輝いた鈴木株式会社の皆さんには、番組特製のこのナンバープレートを差し上げます。楽しみに待っててくださいね。では、スイフトスポーツ市場の様子をダイジェストでご覧ください。エンジ 新型スイフトスポーツのマニュアルトランスミッションで今走り出しましたさあこの新しい1.4リッターエンジンの全開加速試してみましょういや気持ちいいですね、えー、すごく上まで回しても綺麗にいい音を響かせながら回っていってくれます先代のスイフトスポーツと比べると、えー、明らかに一クラス上の 動力性能、余裕を持っている車だなというのがもう走り出した瞬間から分かりますねで6速マニュアルトランスミッションそのシフトフィールもとても気持ちがいいですね、えー、マニュアルが好きな人がこのトランスミッション作り込んだんだなということがもうひしひしと伝わってきますね今 S 字コーナーに入ってきてるんですがかなりこれ横字かかってる状態です ここういういいところででも全く怖さがないですねノーマルのスイフトに対してスポット溶接の増し打ちをしているそうなんですが上矢がカチッとしているのでその分タイヤの性能をうまく使いこなしている使い切ることができるそれがまずはこのスイフトスポーツの、まあ、足回りに関する一番のトピックでしょうね。 一言で言うと、もう期待以上の車だったと、えー、楽しくて安心できて、なおかつ上質、扱いやすい、まあ、いろんな言葉が出てくるわけですが、そういういろんな要素をこの価格で実現してしまったと、えー、これにはもう本当に驚かされましたね。 マニュアルでなんか楽しそうに走ってましたけど私はこの AT モデルのレポートをしたいですね、うん、シフトアップの変速すごく滑らかですねなんかトランスミッションの存在を変に意識することなく走れる感覚が快適ですねパドルシフトがついているということなのでちょっと触ってみましょうおこのタイムラグがない感覚がすごくいいですね 自分の思いについてくる感じがあってすごくいい、まあ、この辺りにもオートマ化したメリットの一つかもしれませんね車線変更ちょっと高速でやってみてますけど姿勢の収まりもすごくいいですねマニュアルと比べてちょっと車重が増えてはいるんですけれども 特にこのオートマになっているからといって何か前後のバランスが悪いとか何かそういったところもちょっとも感じませんねむしろカーブに差し掛かった時この自分で変速パドルで操作もできますしこういったところもハンドル操作に集中しながら楽しめるっていうところもまあでもこれだったらまあ私マニュアルの車すごく大好きな方なんですけど オートマー車でも十分楽しめる気がするシフトスポーツにはたくさんのメールをいただいていますまずは埼玉県の20代の男性です欧州のホットハッチと肩を並べる性能を持ちながらも200万円を切る価格に感銘を受けました試乗して楽しかったです、うん、ということですえ続いて30代男性神奈川県の方性能とコストのバランスの良さ 他のメーカーではこの手の車の開発は期待できない車両重量1トン未満で140馬力は面白い、うん、え続いて神奈川県の30代男性ですなんといってもリーズナブルな価格で提供される最高に楽しそうな一台だと思いました週末仕事が終わったら一人で夜のドライブをしてみたい楽しそうですねわ、うん、かるわかるそして東京都のお10代の男性ですね 200万円以下でこれだけ楽しい車を作ってくれた鈴木に感謝ですこの車でマニュアルを練習しいろんなところにドライブに行きたいです、うん、いいですね、うんえー、続いて40代男性東京都です、えー、車に興味のなかった彼女が車好きの私とこの番組の影響で免許を取り<ー>、えー、自分はスポーティーに彼女は手軽に乗れる一台を探した時にたどり着いた車ですい,いい話じゃないですか、うん そして茨城県20代男性今回のスイフトスポーツはスイフトのグレードの一部というよりスイフトスポーツという車を出してきたような鈴木の本気を感じたというコメントにしたああ確かにそうだねまあスイフトのまあ一部ではあるんだけどでもスイフトスポーツって見ても乗っても 全然他のシフトとは違ってやっぱり本格的なんですよねであのテストコースだけじゃなくていろんなところで僕も走ってみたんだけれども,もうまさにおっしゃってる通りだと思いますね。そうですねさて今回のアワードに投票していただいた方から抽選でサイン入りの番組オリジナル T シャツを合計10名の皆様にプレゼントいたします。楽しみに待っていていいくださいね はいえー、鈴木の皆さん、改めてアワードの受賞、おめでとうございました。とい,ということで、2017年のアワードは鈴木スイフトスポーツという結果になったんですけれども、ともちゃん、改めて。 乗ってみた感じとか感想とかどうですか、はい、いやもう本当に楽しい車でしたよね、うん、あのいただいたメールを見ても10代の方から60代の方まで本当に幅広い皆さんに支持されている車だなって思いましたし、うんうん、あとまあ、今回受賞したのはスイフトスポーツだったんですけど、はい、実はスイフトって他にも車種がたくさんあったんですよね、うんうんうん あのそういう意味では、ねえー、番組で、まあ、紹介した他のスイフトに投票してくださった方もいらっしゃいましたでそういう意味では票がスイフトってばらけた,んですよ、ね、ばらけたにもかかわらず、えー、スイフトスポーツが1位の票を獲得したというのは、まあ、まさに納得なんだけれども一方でやっぱりすごいなという印象も持っています。うん、ただね、あのー 僕らこう車スイフトスポーツに乗ってみて思ったのはまさに皆さんメールでいただいたようにこの車スズキの開発者が全く手抜きなく運転好きのために運転好きが満足できるためにありとあらゆる技術それから情熱を注ぎ込んでいるっていうことなんですよね。それが不思議なもので車って 乗ると伝わってくるんだよね。そうですね。うん、あのー、そういう意味ではそのマニュアル乗っても AT に乗っても楽しいんですけれども、ただその家族で一台なんていう時は当然 AT を選ぶ方も出てくるだろうと。うん、で AT 僕あの町、ー、中郊外で乗ってみましたよ。これねすごくいいんです。今度のターボエンジンって低速からトルクがいっぱい出てるので AT とのマッチングが。 結構いいんですよねでそういう意味じゃちょっとこう僕が自身がもしスイフトスポーツ買うにしても、うん、ATMT どっちにするか迷っちゃうなという感じはあるそのくらいよくできた AT ですよね。まあ、あの初代シフト、あのグローバルでシフトってという名前になって乗ってた方もまた買おうかなというご意見もあったりしましたしあた、うん、確かにパワートレーンもトランスミッションもいろいろあるから自分だけの1台を選べる楽しみもありますよ、ね、あそうだね。 200万円以下で出してくれたという、えー、コスストパフォーマンスのところですよね。うん、ここはねやっぱり他にはなかなか真似できないんだろうしでも、うん、真似できないって言って諦めるんじゃなくて特にホンダ辺りにはねあのスイフトスポーツに負けないようなそういうモデルを出してほしいななんて僕自身も,、うん、もしそういうコメント頂い,いて でね、あのー、確かになるほどなと思いましたよね。うんまあ、それ以外に、自分だけの一台皆さん投票されたわけですが、うん、車種によって、コメントが違うのも面白かったんですよ、ね。あ、そうそうそう、だから、もう、あの、スイフトスポーツは一位取ったんだけども、他の。車種に、コメントをいただいて。もうね、僕本当に嬉しかったのは、皆さんが、車のこと大好きで、なおかつ車のことを。ものすごくよく理解されているっていうこと。あのー、これは、我々、もし。 番組をやっていてその,あの影響でそうなったんだとしたらここんななに嬉しいいとはないよねそうですねそういったモデルにいろいろ目を向けて、うん、自分に合う一台を見つけていただきたいですね。うん、はい、えー、ということで今回は、えー、2017の「エンジン・フォー・ザ・ライフ」アワードをお送りしました。それでまた来週 for the life.